どうも皆さんこんばんは。2本目。この日はね、学校初登校の日で、今ね渋谷に向かってます。田舎のものから比べたらね、ほんと人が多いですよ。写真、彼女から鉛筆じゃなくてペンをもらったよ。電車の合間もね、プロテインを欠かせない。そして新居のものを揃えに IKEA へ向かいたいと思います。喋ることがない。早送りで IKEA へ向かいましょう。マジででかかったね、IKEA。彼女と一緒にね、IKEA へ向かいましたよ。ね、花粉がすごかったみたいです、この日は。僕、ほんと花粉感じないんですけど、彼女がくすってました。へい。いい？ソファーに座ってます。彼女のベストショット。で、お腹が減ってね、もう。倒れそうだったんで、IKEA のレストランでね、バカ食いしたいと思います。で、この日の彼女のコーデは靴からグッチ、ズボン、ヴィトン、服、バレンシアガ、帽子、ディオール、で、バッグがスリーコインです。嘘です。いや、ほんとね、お腹減っててね、すぐ席着いて10分も経たないぐらいで僕食べ終わっちゃいましたね。これイケてるメンズ、男は背中で語れって言ったところで、どうでしょうか、僕の背中の広さは。いいお尻してる。で、最後にお疲れ様でした。買い物を終えまして、今日の購入品ちょっとざっと教えてもらってもいいですか。帰ろうかなと思ってるところですね。はい、クッション、写真立て。彼女の喋りはいかがでしたか、皆さん。他にはご指摘あればコメント欄に待ってます。収納の箱、あ、僕のね、このアフレコもなんかあればどんどん言ってもらっていいんだね。説明下手。あ、なるほど。これから頑張ってなんかいろいろとまな板乗せていければと思うんで、運転してしっかり。あんまり面白いことは言えなかった一日でしたけど、これからも長い目で見てもらえればなと思ってます。ほんじゃまたねー。